せーの、下町上町中町です。始まりましたということで、今日は何ですか？今日はスタバ新作。はい、ということで今回はこちらの2つのスタバの新作となっております。こっちがいちごバナナ、こっちがバナナ。じゃあいただきます。くっ、あー美味しい。あ、もうめちゃくちゃバナナだ。もうバナナとしか言いようありません。これなんだ、正式な、なんだこれ、何で混ざってんのバナナが、うん、ちゃんとお茶の感じもするな。お茶というかアーモンドミルクなんじゃないの。アーモンドミルクっぽい、わかんないけどアーモンドミルクっぽいわ。アーモンドミルクって書いてある。あ、ほんとだ、書いてある。これがいちごバナナ。一緒にする必要はないよねって感じ。あーほんとだわ。ほんとにそう、いちごミルクとバナナオレが混ざった感じ、うん、美味しい。もちろん美味しいんだけど、別々でも楽しめるよっていう感じもある。美味しいけどね、うん、これ身も入ってるね。いちごとバナナの身も入ってるから美味しいです。とても夏っぽいシャーベット系ですね。僕昨日マジ酔いの撮影が夕方からあったんだけど、それが連絡の行き違いでオフになっちゃったの、うん、だから昨日昼ジム行って、うん、その後オフになったから、うん、成田山行ってきたの。あやがさ一時期でもいいよとか言ってたよ、うんうん、ちょっと気軽に行けて、東京からだと1時間半ぐらいで行けて、まあ、神社だし自然だしみたいな、うん、で成田山行ってきたの、うん、すごいいい感じで、ちょっとおすすめなのは昼に行くよりもちょっと夕方に行った方がいいかも。昼はね屋台がめっちゃバーって出てるらしいのね、うん、でもその分人多いんだけど、夕方はもう本当に人いなかったから16時とか17時ぐらい、夕方おすすめで、でその後うなぎ食べに行って、うん、サウナに行った、うん、昨日は終了したんだけど、うん、なんか久しぶりに素敵な休日を味わって心からありがとうって思いました。なんか一日オフって久しぶりだったのよ。充実したオフ、家でダラダラしないオフ、久々だったんだけど心が楽しかったね。家でうじうじしてるより心が爽快になって今日とか頑張れてる、うん、なんか今日一日なんか人生ハッピーみたいな感じでいけてます。頑張れてんのに撮影を遅らせたの。いや、じゃあじゃあ遅らせたっていうか、そうだね、意味が分かんないんだけど、普通よし頑張ろうってなったらちょっと早めに、ちょっと早いけど12時からにして2本撮らないとか普通そういうのだけどね。全然時間遅らせる。あ、いつも14時からなのに今日は15時半、15時で半ね、なんだっけ半ね、10時半ね。15時半ね、別にどっちでもいいだろ。いや、よくない、だって15時に行くって言って15時半に来てるから。いやだからその、前言ってたことと全然、スタバがね、スタバ混んでました。いやこれ結構マジね。いやこれ結構マジね。いやだとしても15時に行くねって言ってんなら15時まで買って、そういうのも混んでるのとかもちゃんと見込んで15時に着くようにするのが当たり前だから。まああと本当申し訳ないけど、もう言い訳になります、あのガソリンも入れたし。あ、うん、言い訳すぎる。そういうのがあってもろもろ遅れたんですけど、今日ね本当は2本撮ろうかなと思ったんだけど、昨日の延長戦、昨日オフだったわけじゃん、うん、でしっかり寝たいとも思ってしまったの、うん、しっかり寝ようみたいな、うん、それでちょっと遅らせてもらいました。意味が分かんない。しっかり寝たかったの久しぶりに。久しぶりの時寝てるしね、順平って。別に意外と寝てません。寝てるよね。夜更かししてるから。いやいや、自分のせいじゃん。めちゃめちゃ夜更かししてるから。早めに寝ればいいだけの話じゃん。早めには寝れません。早く寝ろよ。仕事でとかじゃないじゃん、ただの自分のせいの夜更かし。本当にね、俺が、まあ、筋トレとか最近始めてとか言ってるじゃん、で意識高い本とか読んでとか言ってるけど、俺が唯一直せないのが寝る時間、この生活リズムがもう本当にどうしても4時とか5時に寝ちゃう。まだ飲んでないのにだよこれ、飲んでないのに家で4時5時まで起きちゃうんだよね。これ本当に悩みです。どうすればいいんでしょうか。朝に予定を入れた方がいいってことなのかな、これって。もう疲れてないんだよ。ああそれもあるかもね、うん、確かに筋トレ以外に疲れることがないから人生で、うん、例えば他の YouTuber だったら編集疲れるとか、うん、企画で外行って疲れるとかあると思うんだけど、やっぱ俺だって疲れないをモットーにやってるので、うん、どれだけ疲れないで生きてるから生きてるからちょっと私疲れが足りないのかもな。ごめんねこんな幸せな会話してて。疲れが足りなくて悩んでるとか意味わかんないよね。いやそのそれだけ幸せな仕事させてもらってますよってことなんですけども、あ、じゃあこの話、結構久しぶりになんか最近そういうラウンジとかキャバクラとかクラブとか全然行かない人生になっちゃって、なんかあんま話してなかったね、そういう女の子系の、ね、話けど、久しぶりに飲みに行ったのよ、一昨日飲みに行って。久しぶりに、まあ、女の子もいて、で俺ペイペイを最近始めたのよ。現金持ち歩かないから宅代渡せませんっていう話をしたことがあるの。そしたら、いやペイペイとかそういう電子マネーでも女子喜ぶからみたいな、ただそっちの方が逆に今嬉しいよみたいな、現金よりもみたいな話を聞いて、俺その場でペイペイを登録したの、その遊び行く前に、うん、ペイペイに5万円ぐらい入れていつでもこう送金できるようにしといて、でまあ女の子とバーって遊んで3時ぐらいに解散したんだけど、解散する直前にもう俺も自分から言おうかなって思ってたんだけど、女の子が宅代行ってもらえますかみたいな、うん、言われたので、うん、渡せますと思って、ペイペイの送り方が分かんなかったの、うん、あ、これペイペイってどうやってって送るんだろうって言って携帯をその子に渡したの。タクシー代の相場って分かんないけど、宅代の相場なんて意味分かんないけど、多分1万円なの。え？
1万なの？え、何？どれ？あやの周りのメンズが5万とか渡してるけど。ちょっと待って、ちょっと待ってね。お前上級者飲みすぎじゃない？え、マジで？え、お前の感覚高い5万？3万普通の5万ぐらいまでだと思ってた。ちょっと、あ、それちょっと違う。あ、そうなの？え、どうなんだろう、わかんない。1万はあんま聞かないけどね、逆に。え、ちょっと待って、え、そうなの？え、みんなわかん、え、だって港区だよ。港区の拡大1万はあんまり聞かないけどね。俺はもう完璧に1万の感覚だったの、うん、で、携帯ごと渡して、うん、じゃあこれ送金してって言ったら2万円だったのね、うん、その子が、うん、で2万円って言って2万円を送金したの、うん、俺はその時にあれってちょっと思ったの、うん、え、1万じゃないみたいな、うん、え、ちょっとがめつかれたわというか、うん、その携帯渡してなかったら多分俺は1万って自分で入力して送ってたの、うんうん、それはその1万で安上がりとか思ってなくて、本当に1万だと思ってた、拡大は。で、今2万その子が打って、俺2万って打った瞬間見えてる画面が2万、でも2万って言えなくて、ダサいじゃん、それ1万にしてっていうのダサいから、グッとこらえて、おいっす、ありがとうって言ったんだけど、2万やられたわって思った相談だったの、うん、3万が普通とか言ってるから。3万からだと思ってた、逆に。え、待って、それ上げてる人で何歳ぐらいの人たち？え、俺と同じぐらいはさすがに違うよね。うん、順平ぐらいではない。もうちょい上、30前半とか、うん、へえ、そうなんだ。夜食の子も見てる子多いと思うけど、え、どうなの相場、地方の相場とかも教えて。茨城5000とかあるんですよ、逆に錦糸町4000とか、そういうのあるの？逆にちょっと教えてほしいんだけど。だからあやもそこで初めて、うん、タクシー代を渡すっていう瞬間を見たの。うわ、これ本当にあるんだってなった時に、うんうん、3万とか渡してた気がする。あやには渡してない、すいません、私稼いでますって言って断った。一番気持ちいいね。一番気持ちいいし、男子が一番言われたくない。こっちがもうあげるって決めてんのに断られるの一番嫌だから、宅大とか。でも一応なんかあやにもあげといた方がいいかなみたいな、まあ、雰囲気的にね。雰囲気的に大丈夫です、私は。うん、その周りの女の子たちの顔見て。いや、だから帰った後ね。ああ、よかったよかった。帰った後で、うん、あとはもう結構クリエイターみたいな、あ、身内にのノリね。身内になったから、うんうん、みんな普通に、はいはい、あいたちは帰ったけど、あ、それよかった。いる前でそれ言うのはちょっとね、うんうん、バトルになるけど、うん、それはよかった、それはよかった、うんうん、私あやもその人たち友達みたいな感じだったから、うんうん、全然なんかそういうのとかないから。じゃあ、あや人生で一度も宅大っていうものをもらったことない？もらったことない。宅チケしかない。宅チケしかない。俺らも全然芸能界とかじゃないから分かんないんだけど、テレビって宅チケっていうやつがあって、タクシー代がそれで払われるみたいなやつがあるんだけど、俺もそれぐらいしかもらったことないな。宅代っていうのもらったことない。5万とかすごいね、その人たち。でもすごい酔っ払ってたからかな。でも、まあそういうのもあるかもしれないけど。だってさ、一回女の子と飲んで、例えば3人とか女の子呼んで、バー代以外に15万払うってことじゃん、うん、かなりビップだよね、やってること。すごいよね、それ払えるのがすごいけどね、まずそうやって。で、宅大じゃないけど、最近 TikTok で投げ師っていうものが出てきてるの。あ、それ知ってる？ヒカルさんに2億投げたりとか、あれもすごくない？意味が分かんないし、すごい人もいるの、本当にすごい人で、暇を持て余して、お金持て余して、知名度欲しくてやってる人かも、うん、いるんだけど、あれを詐欺師がやってる可能性もある。本当に詐欺やってる人が詐欺で集めたお金を、例えば2億円投げます、そしたら表示されるじゃん、 TikTok 上で2億円投げましたって、うん、そしたら、あ、この人は本物だみたいな、うん、2億円投げれるってことは、この人は本当にお金持ちで、この人についていけば稼げる自分もって思って騙されちゃうみたいな、パターンもあるんだよ。だから新手な詐欺というか、だから SNS でこの人めっちゃお金稼いでますみたいな人たちで、蓋開けてみると、じゃあ私たちが月額90万であなたを稼がせますみたいなプランとかやってるんだけど、それが嘘の場合もある。嘘とか実態あんまりないとか、うん、まああるから、みんな気をつけてねっていうのを最近知った、うん、投げ師っていうの存在知らなかったから、最近本当に知って、投げ師ってすごいなと思った。ちょっとクッキー食べよう、作ったから。あ、そうなん、自分で、うん、固くなりすぎちゃった。美味しい、うん、自分で作っても美味しい、うん、いや、アリシャンがさ公開するレシピあるじゃん、うん、あれは本当にやれば本当にその味ができるの？うん、あ、そうなんだ、すごいね、それ。狙ってるよ、こいつらが落ちたやつ。こちら、ジャスタンヌーンの色違いですね。うん、新作。え、これメンズってことだよね、サイズがでかいってことだよね、うん、XL これ、メンズ、あ、メンズっていうサイズなんだ、うん、あ、これメンズです。俺でも普通に普通だから、うん、まあ普通に普通だと思う。メンズ全然着れると思う、うん、ここにジャスタンヌーンって入ってます。このなんて言うんだろう、なんて言うのこれ、こういう素材、プク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 の銀のやつがついてる T シャツです。仲間ち兄弟。最近さ、もうこれ何回か話してるんだけどさ、もうちょっといよいよなんだけど、犬本当に飼いたくなってて、うん、最近
子犬とか検索しちゃってんの、うん、これ結構やばくてどうしようって。どうしたらいいと思う、この気持ち。やめた方がいいと思う。え、絶対やめた方がいいよね、うん、で、なんか俺ね、本当にこれ本当に 言うんだけど、犬欲しいとか言ったらまた多分 JP 彼女できたねみたいな、うん、すごく言われるの、うん、コメント欄でサオリンとミユちゃんとのマジオイ動画撮った時も、うん、JP 彼女はって言ったら、まあ俺の話はいいよって言ったら、本当にもう彼女がいる前提で話進んできてんの、うん、コメント欄で。でも誰も信じてないから大丈夫だと思う。できたとしても別にそうなんだらしい。いや違う別にそんな大して気になってないから大丈夫。みんな気になってるよね。だからコメント欄 JP おめでとうとかになってても、うん、それ違うからね、マジで。犬飼いたいから彼女できましたと全然紐付いてない。大丈夫です、誰も信じてません。信じてるとかじゃない、みんな信じちゃうから。大丈夫です。そうで、なんでやめた方がいいと思う。もうね、ちょっと、もうテディベア預けれなくなるから。まあまあそれもあるか。本当にテディベアが可愛くて会いたくて会いたくて。仲間ち兄弟ストーリーでね、俺ちょっともう結構前、この動画が上がる頃ね、結構前のストーリーになっちゃうんだけど、不良に狙われてて本当に人生がもう絶望ですみたいな DM の相談が来たのよ、うん、俺その気持ち本当に分かるのね、うん、本当に不良に狙われるって、あやもな経験ないでしょ、うん、不良に狙われるってもう本当に人生終わりたくなるというか、うん、死にたくなるぐらい辛いのよ。その気持ちが分かりすぎてストーリーで励ましたんだけど、大丈夫だよってのつけたんだけど、不良に狙われる辛さって多分人生でそれしかないの、うん、例えば借金を返さなきゃいけない感覚とかって借金しなきゃ分かんないじゃん、うん、と同じで、不良から狙われないと不良の怖さってマジ分かんないのね、うん、多分みんなは不良なんで、うわやりラフィーで、うわ痛いなとか思ってるぐらいだと思うんだけど、不良から狙われてる側ってガチで人生しんどいの。人がパッて角から出てくるだけでそれがその人かもっていう恐怖を味わいながら生きる、うん、で車でちょっと黒のセダンが通るだけで、ああの人かもって思う人生なの、うん、それってすっごく辛いことなの、うん、頑張ってね、俺に相談した子だけど、本当に不良は暇つぶしなの、あなたを狙ってるのって。で大人になっても狙われるとかも僕のみたいな稀なパターンもありますけど、基本的にないです。基本的に1年間、まあ、半年逃げ切ったら多分飽きられるので、半年間だけ耐えてくださいって感じなんだけど、あとは不良に狙われてる時の講座です。これ警察に行っちゃいけないみたいな風習あるよね。警察に言うと、あいつ警察にチクったぞ、狙うぞっていう見返りが怖くて、警察に相談できてない子めっちゃ多いと思うのよ、うん、警察に相談して OK です。やっぱり警察には頼った方がいい、うん、本当に。俺も警察に地元でね、俺ら地元で狙われたパターンなんだけど、警察に言うか言わないかみたいな会議もあったのよ、うん、けどこれもしも警察に言った場合、なんかまずダサく見える、うん、警察に頼ってて普段こんなやってんのに、結局お前ら上の先輩から狙われたら警察かよっていう世間の目、世間誰も見てませんけど、あなたたちのこと世間の目とかも気になるでしょ。全然そんなことない、そんなことない、本当に大丈夫、警察だってって思う、すごく。まあでもそんな不良のやつこの動画見てねえもんな。絶対不良のやつ仲間ち兄弟なんて見てねえもんな。届かないだろうな、これ。切り抜きで不良に回してください。本当に警察に頼ることがめちゃくちゃ一番大事だからってすごく思います。あやって警察にお世話になったことある？歩道とかそういうことじゃなくて、例えば何かをなくしましたとか、うん、そういうので。パトカー乗ったことある？え、なんでなんでめちゃくちゃ気になる話出てきたんだけど、何その話。俺知らないんだけど。人生で一度だけパトカー乗った。え、なんで？高速道路で後ろから突っ込まれた時に、うん、それかそれか。なんか車ぐちゃぐちゃになって、うん、お父さんが運転してたんだけど、その時、うんうん、で後ろの席だったから、うん、乗れなくなっちゃって、うん、パトカー乗ってなんか地元まで帰って。おもろ。警察の初の使い方おもろ。タクシーほぼタクシーが使った。そうなんだ、なるほどね。俺パトカー乗ったことないな。結構緊張する。え、緊張するでしょ、うん、それはね。交通法も違反したことない、一度も。うん、ない。ああ、すごいわ。一度だけ俺も本当に忘れられないし、親も申し訳ないっていうのがあるんだけど、俺人生で一度だけ公園で財布を拾ったことがある、うん、それを家に持って帰ったことがあるんだよ、うん、小4小5、うん、の時に。そしたらもう速攻お母さんにバレた、うん、何その財布みたいな、うん、言われて、え、拾ったわみたいな、うん、中身やみたいな、うん、で正直ね、中身めっちゃ入ってたの、うん、多分お年玉シーズンでした、めっちゃ、うん、その当時の6000円ぐらいだったの、うん、小5の6000円ってやばい、うん、やばいね、やばいこと起きてるじゃん。で俺もパクりたかったんだろうね、うん、持ってました。でもすぐバレちゃった、子供だからね、うん、めっちゃ怒られて、うん、まず内緒にしてたこと、うん、拾ったことまではまあもしかしたら交番に届けるとか、うん、善良な心があるじゃんけど、俺は多分盗もうとしてた、うん、それを親にバレて親と警察に出頭した。拾いましたって。うん、でもなんかお父さんもほんと真面目だから、こいつは盗もうとしててみたいな、うん、盗もうとしててみたいな説明をされた気がする。なんか怒られた、警察の方とお父さんにこう怒られたっていう記憶が、交番の中でっていう、うん。
ダッサ。しかもその財布の柄もめっちゃ覚えてて、ポケモンたちが上に向かってこうやってみんな手広げてこうやってわーみたいな、こういう丸いこういうジップの財布だったんだけど、っていう苦い思い出がありますね。それは本当にあそこで正してもらってよかったです。あれもし盗み成功してたら今も盗ってやってたと思うから、うん、そこで学んだんだ。そこで学んだ本当に、まあ、めっちゃ盗んでるけどね、その後順平何が親の金とかめっちゃ盗んでるけど大丈夫さ、全然学んでないし。何が火がついてんじゃん、もう盗んであの日からもう盗めなかったから火ついちゃって親のさ金まで。あやも盗まれたことあるし、たぶん。じゃあ、あやのはないわ。あやのはさすがにない。たぶんあるよ。じゃあ、あやの、あやのはないって。一回はあるし。じゃあ、あやのお金の場所が分かんなかったから。俺らの貯金でさ、家になかったじゃん。だからお金がなかったのよ、親の財布しか。でもあやのは一回はあるし、たぶん。いや、じゃあ、マジで。覚えてない。正直。正直。マジで覚えてないよ。覚えてないけど、きっとそこにお金があったなら、ある。でしょ。きっとね。絶対盗んでると思う。そうだね。だってもう毎日のようにまず、あの AKB の下敷きはまず盗まれてたし、当然 AKB の下敷きは盗まれてたし、どんどんね、時間が経ってったら飾っていくの、それを。なんか最初の方は飾らないんだけど、時間が経ってからあやが忘れたんだろうなぐらいの時期にどんどん飾ってって、これあやのじゃねみたいになること多かったとか、推しじゃないメンバーのやつとあやのやつを枚数は変わんないけど入れ替えたりして自分のレギュラーメンツだけ揃えてあやのだけちょっと選抜外の下敷きばっかみたいなとかもやってましたね。いや、この人じゃに火ついちゃってんじゃん、その小4の頃。俺多分親からトータルで5万は盗んでるかな。もっと盗んでると思う。10万ぐらいいっちゃってるのかな、うん、でも10万ほど何を買ってたの。駄菓子とかか、うん、もう駄菓子爆買い、うん、その子が爆買い気味で、俺親は気づいてたのかな。気づいてんじゃない。気づいてるけども学ばせるためにっていうか、現行犯で捕まえたかったのかな。俺バレたことありますから。それバレたから。マジで、うん、怒られた。怒られた。お前ダッサ。めっちゃ怖い。あれやって結構あマジでお金盗んだことないんだけど、うん、それも本当に恵まれてて、ちっちゃい時からずっと、うんうん、本当にお金に困った人生が本当にないのね、今まで、うん、小学生の時とかさ、お小遣いもなかったから、うん、困るわけじゃん、お小遣いないって、うんうん、だけどまあ親に習い事もいっぱいしてたから、うん、まずね、うん、その習い事の後にそのまま夜ご飯をスーパーで買うっていうのがあったから、うんうん、そういうのでお金があって、うん、その頃からその夜ご飯のもらうお金をちょこちょこ貯めてたの。はいはいはい。だから結構すごいよね。え、そう、小3とかでしょ、だって小3、4、5とか、5、6とか、うん、だから毎週それでもらえるから、うん、500円とかもらえるの。バレー、プール、習字やってたの。それ習字やってたか、うん、そう。で、まあバレーの時に今500円もらえて、習字の時はプールの後にそのままだったから1000円もらえてたの。だから週1で1500。ああ、それ結構リッチだよね。そう、うん、だからもうそれをちょこちょこ貯めて、まあ結構な値段になるじゃん、うん、でその時からなんか21歳ぐらいの友達がいたの女の人で。ほんと大丈夫？それ大丈夫？中国のハーフの21歳の友達がいて、近所に住んでたのね。え、りんちゃん、なんで知ってんの？俺らも一応友達やらせてもらってるからで、その人がいたから、うん、りんちゃん、うん、そう、りんちゃんがいたから、うん、大人が味方についてるわけ、うんうん、なんかもう毎日その子と一緒に遊べば、うん、何でも買ってくれたから、うんうんうん、そう、なるほどね。そう、うん、だから本当にお金で困ったことがない。すごいわ、それマジで。男ってやっぱ貯めないからね、うん、子供とかの時は特に。だからその時から経営者脳だったんだと思うやめて、その小3から経営者脳気持ち悪いじゃあ子供が、自分の子供が、私の財布から金盗んだかもぐらい、まだ現行犯で見てないけど、あれ？なんか減ってないって思ったら言う。俺も現行犯で捕まったの、うん、だからあれ？って思ってた時期あったと思う、うん、でも多分俺泳がされてるの、うん、あやだったらどうする？知ってるよっていう、知ってるからねっていう。俺と全く同じ怒られ方順平みたいな、分かってるよねみたいな、うん、言われて、知ってるからねってお父さんに言うからね、うん、って言われて、本当それだけはやめてほしくて、本当ごめんなさいって言ったけど言われたお父さんに言われた。それは知ってるよって言って、うん、そんなことするぐらいだったら言いなさいっていう。ああ、まあまあまあ、まあ、どんくらい必要なのか、何で必要なのか言って。うん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 、確かにそれが一番いい教育かもね、うん、いや本当に申し訳なかった、お母さんお父さん。でも俺のメンツには親から金盗む界隈のトップがいたのよ。へそくりを知ってたから、財布じゃない、あの量は10万とか持ってくんだよ、うん、マジで、うん、そいつのお金で俺らの地元メンツって裕福になってたのよ、うん、だからありえない小学生ライフを過ごしてた。本当にセガで1プレイ300円のゲームとか、うん、結構高いじゃん、うん、ガンダムのゲームとか、それ結構高いんだけど、それを1日中やると、うん、
それを小学生5年生6年生とか、うん、中1とかで中1中2とかやってたから、うん、相当リッチマンだったんだけど、それはその一人の家庭が支えてたね、うん、分かる。なんか一人さいるよね。いる。いた？いた、いた。で、女子でも？いた。女子でいるんだね。それは本当に家が多分金持ち系で、うん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 、普通にもらえてた。あー、なるほどね。子がいて、うんうんうん、その子がうちがなんかもうその子がリーダーみたいな感じだったから、うんうん、うちがおごるから来ないよみたいな感じで、うん、もうみんなついてってみたいな。いや本当にね、あの怖いなと思ったのはその時にお金と友達の関係を学んだんですけど、うん、やっぱお金持ちのやつに集まるのみんな。うん、うん、集まる。けどそいつが親からバレたの、お金パクってんの、うん、でお金なくなったの、うん、その瞬間メンツから外れたからね。やば。でまたお金持ったの、うん、そしたらメンツに入ったから、うん、すごくないこれって。すごい。これってマジでお金ってやばいなって思ったよ。お金持ってるか持ってないから人の目見る目って変わるから、うん、小さい時からやっぱそうなんだよ。そうなんだよ。すごいよね。カードゲームやってたの、サッカーのカードゲーム俺やってたの覚えてる、うん、それもセガで7プレイ1000円とかでやるゲームなんだけど、それやりまくってたから大元のお金は知らないじゃん、うん、親、俺の親とか、うん、だけど人のお金でレアカードが当たってる、うん、だからそのカードを一回引退するってなって、親がいないと売れなかったのね、うん、親含めて売りに行ったの、うん、そしたら40万とかになったの、うん、そのカードがレアすぎて全部、うん、で親は本当に驚いて、その親からしたら毎月あれ俺お小遣い5000円とかだったっけ、知らない、お小遣い制度なかったから、中学校の頃5000円だったかな確か、5000円ぐらいで、で毎月やってたわけじゃん、うん、で3年間でも5000円51が5に10 6万18万じゃん、なのにカード売ったら40万、うんうん、お父さん驚いてましたそこでカードの凄さ知ってました、お父さん実話で、うん、株を買って、うん、それを信じ続けて買い続けて、うん、大金持ちになったっていう話があるんだけど、うんうんうん、分かんない、うん、おもろそうだな株の、え、めっちゃおもろいよ、うん、それちょっとじゃあ手見よう、ダムマネーウォール、あ、ダム マネーウォール、ウォール街を狙え、そう、これはい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 、これ、うん、これなんだけど、うん、実話の話で、うん、ほんと最近の話なの、コロナになってで、その株もゲームアプリなのよ、うんうんうん、そのゲームアプリで本当誰も知らないみたいなやつなんだけど、うん、この株の男の猫っていう名前で YouTube をやってて、うんうん、俺はこの株を絶対に信じ続けるみたいな、うん、毎日配信をして、うんうんうん、今日も何パーセント上がりましたみたいな、絶対に俺は当たるんで、うん、みんな今のうちに買った方がいいみたいなのを言い続けるの、はいはいはい、信じ続けてたのね、そう、うん、で、その家は別に裕福じゃなくて全然、うんうんうん、普通の田舎に住んでる人なのね、うん、子供もいて、うん、で、親とかにもバカにされてたの、うん、そんな株誰も知らないし、はいはい、名前も出たことないんだからやめなさい、うんうん、もうみんなからバカにされてて、うん、奥さんとかももうやめたらみたいな感じで言われてたんだけど、もうずっと信じ続けたの、うん、でコロナ禍に入ってから、うん、もう一気にその株とかも逆転し始めたの、うん、いろんなこういきなりこうバーってきたりとか、うん、マスク業界とかね、そう、うん、それこそ荒野行動とかもいきなりバーってきたりとかしたじゃん、うん、なんかそんな感じで変わり始めてきて、そういう時代がね、そう、うん、でそのゲームアプリも一気にポンちょっと上がったの、うん、うわ来たみたいな、うん、でもう本当に史上初ぐらいの上がり方をしたの、そのゲームは、バカ上がりみたいなね、うん、でえみたいになって、うん、もうニュースにもなって、うん、これが上がってます、あれが上がってます、うん、でその猫ってやつも注目浴び始めて、うん、この人がずっと言ってたやつだみたいな、はいはいはい、でその猫を信じた若者とか、うん、働いてる人とかも、うん、まあ、この人信じようみたいな感じでそれを買ってる人たちもいて何人か、うん、でその人たちも周りにバカにされてたの、うん、なんでそんなやってんのやめなよみたいな、だけどどんどん上がってってやばいみたいな、でなるほど、ね、めちゃめちゃすごい株の人がいて、うん、でその人たちがやばい、自分のやつが落ちてきてるってなって、うんうんうん、でその株を潰そうと邪魔すんのね、そのゲームアプリを、あ、なるほど、そういうバトルの話なんだ、そう、例えばそのゲームを開けなくさせたりとか、はいはいはい、そういうウイルスをやったりとかして、うん、あなたしましたよねみたいな、そのもう話題になりすぎてるからテレビとかにも取り上げられてる、うんうんうん、そういうことしましたか、うん、やってないですみたいな言って、うん、でもなんか最終的にもうそのゲームが勝って、うん、大金持ちになるみたいな話なんだけど、なんかもう映画見た感覚なんですけど、そう、もう今分かりました、あなたの説明でどんな話か分かりました、はい、でも本当に株をちゃんとちょっと興味持とうと思ったし、うんうん、猫ってだけだったら、うん、まあこういう頭いい人は、まあ、当てられるよなって思うかもしれないんだけど、うんうんうん、その中には本当に大学生の若者女の子2人とかが、うんうんうん、まず2000円からとかで始めてる、その子たちももう最終的に100何万とか、ああ、もうほんとすごい金額になったりとかしたりするから、若者もやってみようっていう気持ちが、まあ、なるほどね、そう、うん、株ってなんかどうしてもまだちょっと怪しい、そうそうそう、怪しい感じで分かんないで難しいみたいなイメージあるけどね、うん、本当にそうだな、マジで、そうだから鬼塚タイガーあんじゃん、うんうん、もう今株がもう一気にバッてなってんだけど、え、逆に、そう、それも鬼塚タイガーって今すごい流行ってるね、うん、若者っていうか、うんうんうん、前まではさ、そんな鬼塚タイガー可愛いみたいな感じではなかったじゃん、うん、なかった、
俺高校生の時鬼塚大河の金の靴とか持ってるの覚えてる？アシックスじゃん、うん、言うたらあの柄ってアシックスの鬼塚大河の靴が履いてたけど、あの時はやっぱりなんでアシックス履いてんの、私服でみたいな、うん、トレシューのイメージみたいな、うんうんうん、あったからあれだけど今おしゃれだもんね鬼塚大河。だからもうそれで鬼塚大河とかもいきなりこうバンって上がったりとか、うん、マジでかっけーじゃん、かぶってかっけーだね。こうなってる時もいきなり明日にはこうなる可能性もあるわけじゃん、うん、だからもうその映画がほんとおもろすぎて、うん、すごいすごいよね。情報を知らないと、確かにいろいろ調べないと、その猫っていう人も、うん、ゲームアプリをいろいろ調べないとわかんないんだよね。なんで伸びるかとか、そう、 そういうの分析しなきゃいけないから、ただ単に今落ちてるの買えば上がるとかじゃないんだよね、うん、株って。そうなの、難しそう本当に。それこそあやとかが株にハマっちゃったら、ハマっちゃったらっていうかハマったらすごそうだけどね。やっぱ普通の大学生の子たちよりはさ、出せるお金が違うじゃん。だから俺がこの前大阪行った時にお金持ちの家が10億円の人の家に遊びに行かせてもらったの、うん、でその人はもともとレスキュー隊だったの、うん、副業であの FX、うん、株を始めて最初10万円とかから始めて100万円になって、それであ俺株で増やせるって思って親友のお金を借りたんだ、うん、で200万円にしてからどんどん行って1億して レスキュー隊やめて株1本みたいな人なんだけど、本当にすごいなと思ったもん、うん、本当にすごい。株って詐欺とかさ、いろいろ怖いイメージもあると思うけど、自分でやれば、人に任せるのが良くない？この人に100万円渡したら毎月20万円返ってくるから6ヶ月後からプラスだよみたいな話とかって結構回ってくる人多いと思うんだけど、そんなのも良くない、うん、自分でちゃんと やるのが一番だと思う。ちゃんと勉強してね。そう、本当にそう思うわ。お笑い芸人のあれを知ってる？近所の人から13億もらったみたいな。え？あ、8億を年収3万の芸人から資産8億円の投資家に。あ、そう、8億円。その話もおもろかったんだよな。え、それどういう話なの？覚えてる？なんかそれもお笑い芸人の売れてないお笑い芸人みたいなのがいて、うん、結婚もしなくて、うん、近所に住んでるおじさんみたいな人が、うん、何億、うん、13億みたいな、その、うん、ほんとすごい金額をあげんの、その人、うん、無料でっていうか、その、そう、近所付き合いが良くてもうこの資産を全部あげますよって。そう、資産を8億かな、うん、8億かなんかをあげて、うん、半分取られんじゃん税金で。ああ、うんうん、贈与税だよ、うん、で4億ぐらいになって3億ぐらいになって、うん、でそっからその人も多分頭が良くて、うん、株とかいろいろやって、うんで、人生が変わったみたいな。はえー、なるほどね。なんかドキュメンタリーとかでやってんのかな、なんか YouTube かどっかで。おもろそうだな、その話も。なんかある程度さ、やっぱりさ、お金に余裕ある俺らですら、やっぱそう言ってちょっと、例えば10万円株やってみようとか、うん、思えないじゃん、うん、なんでなんだろうね、これって。え、普通に分からないから。額がないからでしょ。額がないから。額がないから額がないからは金額の話。額がないから。額がないからなのかな、うん、だってこれで知識めちゃめちゃあったらやろうってなるもん、絶対。絶対なるね、うん、正直俺らの貯金レベルでも、うん、絶対に本当のお金のない知識のある投資家が見たらもったいない、うん、絶対言うと思うもんね。だって高校生でも、うん、自分が高校生で全然お金がなかったとしても、うん、知識があったら、うん、1000円2000円とかでもやってるもん多分。確かにな、そうだよな。商業化ってそういう話じゃない？株はないな。株ないな。でもさ、なんか言ってたよ、まあ株、この株を買おうとかはあったけど、うん、そこまで詳しくは。やっぱなんで学校ってさ、教えなきゃいけないこととかあんまり教えないんだろう。世に出ていく上で必要なことって結構あるじゃん、うん、あと今すごく思うのが、道徳の授業って小学生までしかないじゃん、うん、あれって極論大学生まであってもいいんじゃないかって思うの最近すごく。道徳って結構小学校の頃に、例えばギブの精神があると結局与えられますよみたいな、うん、とかを分かりやすく話してんの、うん、道徳の物語って。そういう話もあるけど、そういう話をなんであんまりしないんだろう。だからアンチとか生まれるんだよ本当に。もっと感謝で生きないとね。で俺がさ、本これめっちゃいいよって言ったじゃん。それを買ってくれてる人たちが何人かいて、うん、で DM 来て、本当にその本を読んで人生が変わりましたって俺に来るの、うん、DM が、うん、すごく嬉しい。本当に人生が変わるような本なんだ。俺がおすすめしたこの前の本は The Secret と The Magic ですよ。皆さんチェックしてみてくださいね。そうだ、本の話、これすごい俺がすごいなと思った話なんだけど、すごい結構イケてる経営者っていうか、すごい経営者の人がこぞって言う本っていうのがね、うん、それがアミ小さな宇宙人って本なの、うん、これ知らない知らない、うん、これは分かんない、俺もまだ届いてないんだけど、まず定価が800円なのね、うん、なんだけどもういい本すぎて今8000円で、新品はもう売ってなくて、うん、中古で8000円台から売ってて、もうその時点でちょっとよく分かんないじゃん、うん、本で8000円いくって、うん、しかも普通の小説というか、うん、なんだけどこの話は宇宙人に1回だけ連れ去られたことがある経験の人が話す愛の話みたいな、うん、まあ、もう意味わかんないじゃん、うん、なんかスピリチュアルというか、もうスピリチュアルというか、うん、
これな作り話みたいな、うん、変な話なんだろうけど、うん、でもそれだけ値段がついてるってことは、うん、多分すごく人生嘘だとしても面白いんじゃない。うん、多分そうそうそう、嘘とか本当とかそういう概念じゃなくて、うん、その話がすごい面白くて結構人生に影響を与えられるんだって、うん、その本を一回読めばいいとかじゃなくて、うん、何回も何回もその本を読んで自分の意識が変わっていくみたいな本らしいんだけど、うん、それはあやに渡そうと思う。俺は読んだら一、うん、回ちょっと気になるんだ、まあ、気になるっちゃ気になる。800円の話って本が今8000円で入手困難になってる、うん、ネットでも8000円でも買えないぐらい、うん、これって多分すごい本なんじゃないかなと思って、うん、俺も Amazon で中古で買ったんだけど残り1点だった。それもいい本に出会いたいっていう意識がすごいあるから、なんかコメント欄ですごい世界的に評価されてる本があったら教えてほしいです。はい、ということでこんな感じでスタバの新作飲みながら今回株の話だったりちょっと大人な話もしてみたんですけど、今日の話きっと面白かったと思うわ。俺が話してて楽しかったから、こんな感じで終わりたいと思います。ということでこの動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメント、無断転載お願いします。じゃあねー、バイバーイ。Body's moving to the beat. We going up. Hey, okay. Hey, what the? よいしょ。よいしょ。うん。うん。レンちゃん。はい、レンちゃん。じゃあねー。